なぜか伸びてきたのでまたあげます。まあ単純にネタが切れただけですけど。それでは今回は第3装甲師団です。第3装甲師団は第1、2装甲師団と共に国防軍最初の装甲師団として編成された。前身は騎兵師団でベルリンの南のユンスドルフにて設立された。師団の一部は1号戦車を装備してスペイン内戦に参加したほか、オーストリア併合の際にも師団は派遣された。続くポーランド侵攻では師団は西プロイセンより侵入。ポーランド兵の抵抗を打ち砕き最終的にブレスト及びブゴダバまで進出。ここでポーランドにおける作戦は終了し、師団はユンスドルフに戻りそこで1ヶ月ほどの休息を取った。11月初めより師団は西部戦線に移動し、クレイフェルトより出発しオランダ領内に侵入。その後オランダを突き抜けベルギー領に侵入したが、アニューにて強力な連合国軍と遭遇することとなる。敵味方合わせ合計1200両ほどの戦車による大規模戦車戦が繰り広げられ、連合国軍に出血を強いた。ただ完全な無力化には失敗し連合国軍のダンケルク撤退を許すこととなる。一方でこの攻撃により連合国軍を引きつけている間に他師団がアルデンヌの突破に成功し、フランスの早期降伏につながることより一概に勝敗を決めることはできない。その後師団はベルギー内の残存フランス軍を総統しフランスに侵入。ソンム側のフランス軍防衛線を突破しセーヌ側まで突き進み、最終的にはフランス軍残党を殲滅しながらアルプスまで到達した。西部戦役終了後師団から戦車連隊が引き抜かれ代わりに歩兵連隊をぶち込まれたり、一部の戦車連隊がアフリカに送られたり潜水戦車を押し付けられたりした。5月に師団はブレストに送られ、第2装甲軍の一部としてソ連領内に侵入。ミンスク、スモレンスク、キエフ、ブリアンスクと多くの戦いに従事し、最終的にモスクワを目指す。しかしモスクワより200キロ地点で師団の進行は停止。12月より始まったソ連軍の反撃により押し戻された。その後師団はハリコフまで後退、ここでソ連軍に多大の損害を与え再び前進した。爆油田を目指しコーカサス地方を突き進むが第6軍が殲滅されたことによりジョージア手前で引き返すこととなる。多くの損害を被りながらも撤退に成功しクルスクの戦いに従事。作戦中死後師団は西に後退、途中でチェルカッシーにて包囲された友軍の救助に向かい、なんとか回避に成功し3分の2の将兵の救助に成功した。攻撃後師団はソ連軍の火器侵攻に対応するためワルシャワに後退。44年12月には高位下のブタペスト兵同士ソ連軍に攻撃するも失敗。続く45年2月の春の目覚め作戦の後、師団はオーストリア領内に撤退。5月8日にアメリカ軍に降伏した。捕虜となった将兵の多くは7月までに解放された。終わり、平定。